はい、皆さんこんばんは。今日もよろしくお願いします。ということで、施設のね、印がついているんでお出迎えしていきたいと思います。お疲れ様。レベル99、やったぜやったぜ。それでですね、今更なんですが、このね、スピリッツ系でこのさ、レベル99で超過できるっていうのがあるじゃない。これの意味を知りたいなと思ってね。で、この施設でほら99にできるじゃない。だからそういう99で超過できるっていう子たちをちょっと預けてみて、その超過っていうのが一体何なのかっていうのを知ってみたいと思いますんでね。その答え合わせはおそらく次回になっちゃうとは思うんですけどね。こんな風にね、あとちょっと属性の違う子たちで、超過っていうね、印がついているような子、ニック、調子があんま良くなさそうなんだけど、せっかく預けるなら、調子のいい子、じゃあ尋常くんもいけんだな。よし、じゃあこの子もね。うん、あと一人ね。もうこうしてる間もね、グインギン上がったんでしょ。なんかびっくりマークついてるよ。うん、じゃあいってらっしゃい。ポッポカポー、おかえりなさい。何か見つかりましたか。まあまあまあね、このね、ともしびの星のショップで利用できますからね。そしたら、うん、行ってきてもらおうかな。この辺の、手を挙げてくれてるね、志願者たちで、どこに連れて行かれるかは私お伝えしていないんですが、志願してくれると言ってるんでね。うん、出発、行ってらっしゃい。あとは任せた。まあそもそもね、期待しちゃいけないのかもしれない。ひょっとしたらこの遺跡っていうのはゴールドが取れない場所なのかもしれない。ほら、 SP を入手しやすいって書いてあるじゃん。所要時間2時間で、こっちがサポートアイテムを入手しやすい。どうでしたか。わはは言っております。なるほど、まさかスネークマンがさ、こんなさ、汗かき役買って出てくれるとは思ってなかったよ。ニンカーダちゃん行ってみる。いや、僕はニンカーダを地下労働施設では送りたくない。地下労働なのかここ。地下労働だったのか。フェイロン、また行ってくれるか。次はその、なんていうの、地下労働リーダーとだってね、2回目だから、みんなほら初めてだからさ、その地下労働リーダーとだってね、みんなのことサポートしてあげて、先輩として。はい、出発。いってらっしゃい。こっちはいいよね、ほら経験者いるからね、心強いよね。ほらみんな最初は不安じゃん。次何が起こるんだろうっていうところをさ、フェイロンがみんなに教えてくれるから、大丈夫だよって、ここでちょっとやれば褒めてもらえるんだよってね。続きまして、ショップのコーナー、楽しいな。もう楽しい、全然バトルしてないのにさ、楽しいですもの。そして僕はね、覚えたから所持数を見るっていうね。だからこれダブルディッピングになるとこだったからね、もうダブルディッピングのアンナだからね。前回ね、ひでえ2つなだってね、コメントツッコミいただいていましたけれども、お約束みたいなとこですかね、きっとね。アンナさんもね、分かっててね、そういうのを仕掛けてきているんじゃない。この子かわいいじゃん、コジャッジくん。スプラトゥーン顔をしてるよ。んで、こちらはこのアメーバなんですか、寄生生命体 X。 そしてこのサラダの国のうんちゃらかんちゃらっぽいのはトマトリオで、これが、8000円で買えません。もう買えないっていう状態で、今からこのね、豆吉さんのお店へ行くんですが、すんげえいいじゃん、僕こういうのひいきしちゃうよ。
これ、あれコッコじゃない、これコッコ、ゼルダの伝説だよね。そしてスーパーサザエ買いたいな、スーパーサザエ買いてえな。まあこのね SP ポイントだったらね、あのわりかし手に入りやすいと思うんでね、買いたいですね、スーパーサザエで、ね、サザエサザエサザエとメカサザエとスーパーサザエということで、おゲンガー強そうだな、4300、おー強えので、じゃあ初戦ですからね、どうしよっかな、このハルボーに行ってきてもらうか、それとも遠慮せず、遠慮することなく、あ眠り床って書いてあるよ、じゃあ眠り眠り向こうね、このフェイタルフレーム、おトス&メテオがいいってご提案いただきましたよ、トス&メテオ、これ強そうだよね、トス&メテオってことはぽーいみたいな配球剣的な戦い方だな。よし、じゃあこんな感じで、うん、で本日のファイターが、お前回このね、マルス川村さんにやってもらったんですが、今回も初っ端マルス川村でいく、お願いします。こんばんは、最も使い慣れてないこのマルス川村からね始めるっていうね、これから使い慣れていこうよ。向こうはあれじゃん、ドンキーじゃん、サボール、サボールのドンキーな。まああれだね、使い慣れてないとはいえよ、あのあれだけ気をつけたらいいよね、落下だろ。よし文明の力、文明の力、あっしのこの銃からレーザー光線から逃れられないよ。ティアック、やるじゃん、攻撃ボタンをとにかく振っただけだけどな。えゲンガーさんを手に入れちゃった、やった、まあいいか、さあ行ってみよう。あの揺れてるバスが気になるよね。あそっちに銅像っていうか像があるじゃん、像の像、アシュリー、アーシュリー、ちょっと13000、13000きついな、でもやってみようよっていうね、13000。サボール、サボール立候補していい、サボールさん、サボール川村立候補したいんですけど、サーボールさん、まあ悪くないよサーボールさんね、カービィさんよりかはワンチャンいけんじゃねえかっていうねじゃあサーボールさんで言ってみる、決してサボってんじゃないぞ、ウフネシウフネシさんはねちょっとね頑張り屋さんすぎるんだよ、サボってんじゃない、数字を見ろよ、負けてんだからヒント、左右操作が逆になる、でもあれつけてるから大丈夫なんだよな。ローリングチャーシュー、ちょっと待って、どっちが本命さんなの、リドリーだよな、おい、やめろやめろやめろ、何が起きてんだ僕に聞かれても何が起きてんだ、一体うまく飛べ、どうなってんの、なんかでかい、おこのでかさを利用して、トゥイッチれるな、何に踏まれました、もうこいつだけ、こいつだけでやってく、
こいつだけ狙ってく。やかわせ、かわせさん、かわせさん、濡れるな濡れるなって、おちょめ、濡れる濡れる、はいバッテーン、ペナルティーねえの、うまく飛べ、うまく飛べだと、あやもう危ねえ、ダメだな、どうしたらいいのどうしたらいいんだ、お嬢ちゃん、アーシュリー高速切り札チャージ、いや楽しかった、ステージギミックがね助けてくれましたね我々を。あれリュッカ倒すとファイターが仲間になる、お願いします、もう全員川村さんだからな、乗っ取りました、この子はマザーのシリーズのキャラクターなのかな、背景がそうだもんね。ロゴもそうだもんね。ズドーン。ズドーン。落ちろ。落ちろってんだよ。拾うな、その足の、おい、こそ、プチュンプチュン、ブンブンブン殴り、粘るなあの子も、やりましたよ、お疲れ様、安らぎの玉持っているだけで少しずつダメージが回復する、なんだって、そしてミエンミエン9300、相手は必殺技をよく使う、ピンチになるとパワーアップ、逆転されないように注意、相手の移動スピードがアップ、強そうだな、なんせさうちその青チームってさいないんだよね、何ドンババが、ドンババが強えよってとはいえ届いてないからな、じゃあ翼さんで、まあ、翼さんもね99になったら超過できる印がついてますからね、だからこれで2800か。あれはあわよくば場外作戦とかいけんじゃない？でもそういうステージじゃないよね。そういうステージじゃないのか。うわ、まさかそうなってるとは。ズドーン。そういうことだ、必殺って、おし、ディーディ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 、なんとかなんとかなんとか、ポカーン、ドゥン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 、危ね、
もう帰ってくんだ、もう帰ってくんだ。はい、勝ちっす。やるじゃん、巡査。巡査じゃない、カバリンクだ。あいつは谷の人間に死をもたらす悪いやつなんだから。そんで宝箱マスター、動物の森9900、アイテム大量出現、メインファイターね。そしたら、うん、じゃあまあ相棒、うん、こんな感じで。しっとり系の音楽が流れている。これ場外でいいんじゃないの。あ、そうじゃないのか、落下系か。落下系するんだな、あいつら。崖、崖捕まって無敵みたいになってんだろ、無敵キング。あぶね、あぶね。あれ、やりました。眠り向こう。もう通常だったらよ、崖掴んでたらよ、もう悪者がよくやるさ、あの長いブーツみたいなのさ、グリ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 ってその掴んでる指を踏みつけてさ、ドヤ顔してやるのにさ、それができねえっていうな。任天堂さんはそういうの許さないでしょ。許さねえか。ミス。ザ・デッド・ヒート・ブレイカーズ、ロケットベルト、空中にいる相手にダメージが入りにくい。じゃあ、あ、こういう系はよ、こういう系は場外に出しちゃこっちの勝ちだよ。でも1700だからさ、そんな場外勝ちとかさ狙わなくったっていいんじゃないの。もうね、そんなこと言ってらんねえんじゃないの。いいんだ、いいんだよ、そんなさ正義の味方みたいなこと言わなくったっていいんだよ。ルールはルールなんだから、場外に出しちゃこっちのもんなんだよ。そうかな。そうなんだよ。場外、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 あ、場外、え、場外、そっちじゃないよ、君。はい、場外、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 はい、場外。ローリングチャーシューやる、ローリングチャーシューやるだったらあっという間に場外に出すんだけどな。はい、場外。サンキュー。リス。ゼロのキャラもいて嬉しいです。そうそう、いるんですよね、何人か。そしてアシュナード、これはじゃない、トス&メテオのキャラじゃない。ファイアーエンブレムシリーズ、体力性の乱闘、 HP0、 相手の防御力アップ、手数で勝負。手数だってよ。うちのあれだな、ちょっと不得意なシールド系ブルーチームなんだけどね。おお、あいつずるいな、人が。カービィ行ってみようか。やめろ。
よし、びっくりした、ズドーン、さすが大人数のカーフィーさん。まあ焼いちゃうよね大人数の時はさ、サボールゴリラを召喚してくれるって敵で思ったのにさ。そしてお運転手、どこに連れてかれんの。はい、今から君たちにはここで殺し合ってもらいますって始まっちゃう、ロワイヤルが。しずえ、しずえでは3900、まあリンクさんでいいんじゃないの。いいんですか。いいよ、うん、そんな感じで。倒すとファイターが仲間になる。しずえさんは知ってますよ、めちゃめちゃ人気があるキャラクターだよね。いいよな、夢の舞台だよ、そんな人気者をこうやってさやれるんだからやれるんだからこうやってたまんねえよな。しかも任天堂公認、任天堂公認でさ、こんな人気者をさやれるんだからさ、よく OK 出たよ。飛んでけー、しずべ参戦。やった。んでバスでここに来たけれど、あれか、移動手段として便利だよみたいなね。よし、で前回ね結構ね慌ただしい感じで終えたんですけども、なんか山のエリアに来たんだよね、ここか。なんか実写っぽい女性が出てきたんですけど、早見あかり、あのプレイステーションの後期ぐらいにさ、ナムコさんがそういう実写のなんか女性キャラが頻繁にこうゲームに出演されてましたよね。実写っぽいね雰囲気のリッチレーサーとか、そういうスポーツ系のゲームに主にね登場したと思うんだけど、一押しのキャラクターなんでしょうかね。古くはさ、カプコンさんがさ、キャプテンコマンドっていうね、説明書開けば登場するようなね共通キャラみたいなのがいたんですけど、そしてアブソル、ポケットモンスターシリーズ、相手が死神の鎌を持参、ピンチの時に食らうと一撃でミスになる。こっちもなんかさ、そういうスピリッツいただいた記憶がありますよ、悪魔っぽいやつ。いるかな、いるかな、悪魔っぽい子、いたいた、この子、ほら、死神の鎌持ち込み、死神の鎌には死神の鎌だね、これで対抗しようよ、うん。で、リンクさん使っていきたかったんだよ、しそういうのメには目を、歯には歯を、鎌には鎌を、鎌ゲンほら、あんたが振って足が振る、あんたが振って足が振る、あんたが振って足が振るいいよいいよいいよ、振っていいよ振っていいよ振っていいよ、ほら振って、ほら足が振る、ほら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 振る振れ、ほら足が振る、振れ振れ、死神の鎌どこに、あんたどこ行っちゃったの、あそこどうやったらそこ行くのはいいんだけどよ、ちゃんと来れるんだろうね、あんた
尺だけが伸びてくんだから。危ねえ。いけこの野郎、死神の鎌田よ、この爆弾が共存しねえってことを知ってよ、今捨てたっていうのに。振っていいよ。いって、世の中な、統治区が強えってとこを見せてやるよ。ほらほら、普通だったらもう死んでるよ。アプソル、そしてコンドル、アイスクライマーシリーズ。そっか、パッと見た時にね、初めて見た気がしなかったのはそういうことか。メインファイターを倒せば勝利、護衛は残して OK、 ステージに氷結床、ツルツル、乗ってると凍ってしまう。体力性、体力性ですって。お、いいねいいね。空中攻撃強化のコールール、空中だってよ。付け替えます。よくやってんじゃん、空中攻撃。付け替えます。ピンチで攻撃強化、実はブヌさん足知ってんだ。何を？もう一人いるんですよ、ピンチで強化するやつ。誰？知ってんだ、今見せて、今お披露目しますよ。きっとウブネスさんにも喜んでもらえると思う。誰？きっと喜んでもらえる。こちらですよ、ほら、いいだろ。妹が好きなんだよ。嘘つけ、あんたも好きなんだろ。白鳥白いは好きなんだろ。何でもかんでも妹があんたも好きなんだろ。危ねえ、おめえそれ危ねえ。ブーメラン。あ、もう何が起きた。ワン危なかったな。ウグヌさんがちゃんと足にさ、何、時間制で伝えてなかっただろう。そこ大事だから、そこ大事なとこだから、呼び飛ばしてじゃないよ。なんだって、道がカチコチに凍っている、このまま進むと滑りそうだ。この辺であったかい人いませんか。困っちゃったね。なんか絵寄せたよ。やったー、ホワイトベア。いや楽しいな、本当に終わってほしくないもん。いろんな世界観で構成されててさ、地図が9300。全然可愛いキャラじゃねえぞ。相手がスーパーアーマー、距離を取って戦え、体力性 HP0 で撃墜。困っちゃうね、定期的に地震が発生、地上にいると転んでしまう。あぶ、いていていて、お前さんも影響受けないのかい。スラッシュ。うう、
いけるよ、グヌスさん。フォー、カットボセー、川村、川村か、やめろ。こっから逆転負けとかやめてね。負けねえんだよ、川村。サンキュー、ホワイトベア。そしてこっち行こうか、メタルギア RAY。 体力性の乱闘、相手の HP0 で撃墜、相手に爆発攻撃が効きにくい、使用ファイターに注意、メタル化した相手が登場。やばそう。メタル化、やばそうだな。どうする、どうする、どうする。ここさ、確かあれがないんじゃなかったっけ、場外が。うん、一応こんな設定で、ファイターに関してはまあ、爆発が効かない言ってるからね。いつものほら、カマリンクでなんとかっていうのはできないんじゃないの。じゃあサボールが行きますよ。落ちにくいステージだったら足だな。もう足がね、いっぱいいすぎてね、困るよ。川村軍団、お、かっこいい。下から、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 はい、スーパーサボール。お疲れ様でした。ここはどうなんだい、光ってるけど。 A ピッポッパ、宇宙に行っちゃうの、やべえな。おやつんで、そこ二人守ってるよ。うわ、星型マリオ、全員ふわふわしたジャンプになる、空中戦をせいせい、巨大化した相手が登場、低重力化。へえ、そういう対策はあるのかい。お、あったよ、ブリちゃんで、空中攻撃強化。ふわふわしてるんだったらそういう状態になりやすいんじゃないの、この空中攻撃強化。でもショーか、見捨てた。ショーを見て見捨てやがった、こいつ。ショーか、ほら、だってもう初っ端から使ってる、もう初っ端から僕はね、もう宙に慣れちゃってるからさ、もう今更ショーには戻れないんだよ。もう飼いならされちゃってるから、もう飼いならされちゃって、もう初動初手中だったからさ、ちょっと今さらちょっとね、ショー言われちゃうと。なんてね、なんてねのコーナー、コーナーにするな。ということで、じゃあいいんじゃない、サボールちゃんで。いいんですか。うん、いいと思うよ。巨大化した相手、こっちもね、わりかし体でかいけど、それで巨大化とおっしゃるんですね。マリオさん基準です。マリオさん基準だからな、普段ちっこいからな、本当に。ほら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 、おい、どうしたどうした、そうやって煽っちゃって、おい、どうしたどうした、どうしたどうしたの。お疲れ様でした。で、もう一人守ってるようだけど、すんげー見た目、アパロイド、スターフォックスシリーズ。うんうん、スターフォックスっぽいステージ。自分のジャンプ力ダウン、復帰しにくくなる、メタル化した相手、
相手のジャンプ力がアップ、着地を狙え。さっきのやり方でいいよさっきのさっきの作戦、さっきの。ああ、たださっきと違って足場がちょっと微妙な感じがしない？生まれ、埋まってからパンチ、生まれ、ブンブンブン殴り。来たよ、相手がなんか来たよ。スーパーガード来たよ。残念でした。来いよ、こっち、ここ来いよ、ここ、はいマックス、グーフィーの息子だな何ですか、グーフィーの息子だなということで、ファルコ倒すとファイターが仲間になる。おお、7500やりますね。まあそうだな、相性でこの子を選んでも、2900だからな。だから生かせてないんだよね。ただ99になった時の彼女の姿でを、見てみたいっていうのがねありますかね。何、ダブルトス&メテオがおすすめだって。さあ数字上の差は結構あるんだけど、どうかな。チャーシュー、チャーシュー、生まれ、飛んでけ、なんだなんだ、どん、いけ、ファルコお疲れ様。お、いっぱいくれたよ。そしてトレース、トレース順勝メトロイドプライムシリーズ、相手の姿が透明になる。まだ透明グッズはね手に入れていないんだよな、確かね。うん、じゃあまあこんな感じで挑戦。コメントありがとうございます。やべえ、落ちそう。見えてんだよ心の力。赤べえ、そうそう、パックマンのね、お化けちゃん名前がついてるんですよね。名前どころか、性格があるんだよね。追いかけ回し方のね。そして、ジョディ・サマー。F0 シリーズ、ジョディ・サマー。ジョディ・サマーさんは何に乗ってるんだろう。相手のスピードが大幅アップ。吹っ飛びやすいんで、強力な一撃を。吹っ飛びやすいってよ。じゃあ足みたいな重たいやつがいいんじゃないの。まあ、繰り返しになるけど、足がちょっと多いからね。どの足なのか。サボールの足だよサボールカバブラだよ戦いの流れから分かるだろジョーディーさんいっぱいいるよ、ジョーディーさんが。まあ、真ん中に、ま、おお、真ん中にいてもダメなのか。やべやべやべ
この子についてこの子についていかないとマップのギミックがねわけわかんなくなるかな。やべ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 、早い早い、うまい、安い、牛丼ちゃん、牛丼ちゃん、早い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 、やった、自滅。当たれ。待って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 よ、くん落ちろ。危ねえ危ねえ危ねえ、どっち、こっちでした。ジョディ様、んでギャラクシーマン、ロックマンシリーズ、低重力化、ブラックホール、制限時間あり、時間内全員ふわふわ空中戦を制せ、ブラックホールを持参、吸い寄せられて動けなくなる。困るね、過去によ、ギャラクシアンギャラが敵だな、ギミックでやられたもんな。やられたね、それっぽいんじゃないの。こんな感じで、制限時間っていうのは体力制ではなくね。お、いっちゃいっちゃえ、おい、すべすべ、吸って吸って吸って、そこ近い、そこ寄れねえんだ、足そこ寄れねえんだよ。ほら、座れろ座れろ座れろ、あんでけでんでけでん、まかれな、マーカレーナ、座れねえ、おい、座れねえのかあんた。やめろ、あんたのは足が通じるんだろ、やめろやめろ、 あんたのだけあんたのが足に通じる、座れろ座れろ、2個目、あ、2個目足いっちゃう、やめろ。おいおいおい、こうしてる、こうしてる時間がもったいねえんだ。座れねえんだったら時間だけがいたずらに過ぎていってしまう。あなただ、まあ、もちろんね、相手のパーセンテージ次第ではね、座れるんじゃねえの。優しいな、プンさん。なんで、おおおお、そこなんかあるよ、スターマン、なんと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 ですね、ここもそういうギミックあんの。まず読もう、レギュレーション、アシストフィギュア出現、アイテム固定スター系、体力制度、相手がアシストフィギュアを呼び出してくる、メタル化、重力系はないんだな。まあ書いてないからって言ってさ、ないとは限らないよ。そんな意地悪してくる。なんでね、あ、じゃあさ、あれ呼ぼうよ、ホムラさん、高かったからな。ぶっちゃけ高かったからな、ぶっちゃけ高かった。レディーゴー、来た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 、おいおいおい、痛えの、お、もしかして触れ、触れ、あなたは触れただけで死んじゃうのである。ドゥン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 、
ラッキーだったな。ラッキーサル。そしてくるっと回っていけねえんだな。いつだ、いつ、いつなのそれ、いつ。実はいけんじゃねえの。チコ、スーパーマリオシリーズ、この子はさ、なんかロゼッタっていう名前でしたっけ、っていうキャラクターがいつも抱えてる子に見えるんだけど、うん、まあこんな感じで、はい、真っ向勝負、自分の最強セットで挑め。何人か出てくるみたいだよ。よーし、よーし、足の出番を奪うカビオたちな。ローリングチャーシュー作戦だ。チコ、スーパースターリング持ち込み。そんでちょっとあれを覗いてみようよ。びっくりマークついてるし。スキルツリー102。惜しいな、130か。早くこれ見たいな。だから無駄遣いできないな。商店、商店覗きのコーナー。お、火の花1。チャーシュー強い。ニュー、マギアナ4000。買えねえな。隣のあの2割引きのシール貼っても買えねえな。貼るなよ。貼んねえけど、貼んねえけど、ちょっと考えてみただけ。考えぐらいいいだろう。んで、コッコ、コレクション用にね。聞いたか、ここコレクション用にだと。つまりあんたの出番はねえって。悪く言えば飼い殺しってやつだ。悪く言う必要ある。マホロア、星のカービィシリーズ、画面の表示が逆転する、操作ミスに注意、相手の魔法がパワーアップ、魔法対策で挑め。いろいろ打たなきゃいけないな、対策を。なんか画面逆転もあるしさ、絶対強え。言ってたよ、あんたがそういうことやってくるって。そういういやらしいやつだってしてた。だからいつものようにチャーシューで突っ込まなかったよ。下、下、ほっ、マホロはベースが強いな、この子。星3だもんね。サンダーの2段ため。そんで G のスーパーマリオ RPG、 13,700。 メインファイターを倒せば勝利、護衛を残して OK、 制限時間の乱闘、相手のチャージ切り札が時間経過でたまりやすい、素早く倒せ。やってみる。やってみよう。どこにいるんだ。おいおい、メイン、メイン、メインディッシュどこ、メインディッシュはどこですか。君たちの目、メインディッシュはどこですか。メインディッシュで終わるって言ってんだ、ルール上。おい、作業場やハッカーには用はねえんだよ。三蔵報酬を出せ。三蔵の血、肉、骨を食えば不老不死が手に入るんだ。三蔵出せってんだ、三蔵を。三蔵を食ったら永遠の命が手に入るってんだ。おい
ほらみんな言ってるドンキーコング、みんなドンキーコングに不老不死、足に不老不死よ。出てきた。はあ、初めてですよ。この私に本気を出させたのはよ、初めてですよ。初めてですよ。チャーシュー。うえー、ずるい、ずるい。流れこっち来てた。流れこっち来てた。わかる、言いたいことわかるよ。だからあのまんま頑張って、あのシークさんの方やったらよかった。だってほら、取り巻きをやらねえ言われたんだから。もうダメだ、もう初回じゃねえからやる気がわかんねえよな。もう遠く見ちゃったから、この後の展開見ちゃってるから、もうやばくない、やばくない、ちょっとパーセンテージがあれ、あんまりだらしないとカーキー先生出しちゃうよ。今日のサビになっちゃうかもよ、足が震えないばかりに。今日のサビになっちゃうかもね、これね。意外と強いからな。で、トス&メテオは、あのドンキーさん用だから、あれはアシスト扱いではないんだよな、きっとな。うん。で、炎があるわけじゃないんだけれども、炎の耐性がね、ついていれば便利だったんですが、はい。懲罰交代。行ってみよう。ソローリクッパさんがね、結構あの炎攻撃が厄介なんでね、クッパさんから行きたいね。強い。知らねえところにお宝がいるかもしんねえじゃん。うーん、始まっちゃった、ふどしさんの。もうほら、初回のね、あの最有機いじりの雰囲気、初回のあの最有機いじりの感じだったら、なんかもうあとね、次ぐらいでいけるかなと思ったけど、結果いけてないから、だったら、もうここまで来たら開拓してんじゃないのっていうね。やめろ、開拓しないでくれ。開拓してもいいんじゃないの、もうここまで来た。最初の感じから言うとね、次あたり行ってもおかしくないなと思ったんだけど、もうここまでね、サビにしちゃうぐらいの感じになっちゃうんだったらね、もう開拓に移っちゃうからね。お願いします。グリ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 強えだ。危ねえ危ねえ、カービィさんが。グリグリは復帰でもあるし攻撃でもあるのは面白いな。うほ、うえー、カービィ強え。ラスト、意外とね、
カービィさんがねパワー系でね、的確にね狙ってくるからね、カービィさん。この技打ち終わりを的確にやってくるからね、カービィさん。クッパさんはそうでもないんだけど、何か起きてる、何か起きてる、よし。ピーチを狙ったのにクッパさんが自己犠牲の精神で、グリグリ来い、来た、来い、よし、欲しい、よし、やったクッパさん、これは好きになっちゃうわ。今度のマリオの新作クッパ応援しちゃおうかなということで、あれ？ペッピー、ペッピーだってよ。メインファイターを倒せば勝利、護衛は残して OK、 時間が経つと増援が出現。もうクッパさんでいいんじゃねえの、ジェラシーしちゃうねジェラシックストームだよね、正直言って。取り巻き、これスターフォックスを表現してるのかな、ちゃんと。やっぱスターフォックスの中にもこの子は人気、この子はあれみたいなのがいたりするのかな。実際ほら収録されてるわけじゃない、何人かはね。で今回の疑似収録みたいな感じの子は収録されてないわけでね。え、強くない？クッパさん強くない？なんかあっという間にあのハイパー状態になってくれるし。ダメだよ、ウブさん。そうやって力の方に傾いてひどい目に遭った人っていっぱいいるだろう、漫画でも。ところ弟とか。道場オープン。よく来たな。空中攻撃力、ジャンプ力がアップ、地上攻撃力、移動速度ダウン。極端だな。そんな極端手術を受けたい人いないだろ普通。いや、いるよ、いるいる。なんでね、うん、じゃあ LINE、 うん、一人でいいよ。すぐに収穫、よし。そんなこんなでウルフェン9200、また強敵だよ。相手のチャージ切り札がたまりやすい、素早く倒せ。攻撃力が大幅にアップした相手が登場、移動スピードがアップ、動きに惑わされるなってなってますけど、じゃあこの状態で。今日はてっきりサボール川村の日だと思ったのに。そのなんちゃらが溜まりやすいってなると困っちゃうね。それがどのぐらい
当たりやすい攻撃にもよるんだけど、なんだこの強さは。もうちょいかかるだろうと思うような相手が次々吹っ飛んでいくよ。宇宙探索以上になるのかな、これはひょっとして。よし、うん、まあいい感じだよね。いい感じに今日はね楽しめたんで、これぐらいで本日はねお開きにしようかななんて思っているんですけれども、一応ちょっとねくるくる回って何もなければこのまんまね。そこさん、あれもういけちゃうんだ。もうあれもういけちゃうの、どうすんの、もういけちゃうってよ。とりあえずさ、いけちゃう前に、いけちゃう前に焦点でってけつけてでってってパラパラパパパパラパラパダブルディッピング。あの『笑点』の歌を最後まで聞くとよ、途中から本格的なロックが始まるって知ってたみんな。何本格的なの、あら途中からめっちゃペンペケンペケケキュイン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 みたいな本格的に始まるんだよ。あのちょっとひょうきんなところはみんなよく知ってるだろうけど、ひょうきんなメロディーから突如それてギタリストさんがもうめっちゃすげえアドリブをかますパートがあるんだよ。そこが聞きどころだね、あの曲。そうなの、そうなんだよ。クインクイクインクイクインって。半ばご年配の方からしたら暴走に聞こえるよ。あのマーティーがよ、バック・トゥ・ザ・フューチャーで暴走しただろ、ジョニー・ビー・グッドで暴走したね。あれを感じる、あれを感じる瞬間があるの途中。いつも普段の提供パックではそこ使われないんだけど、ちゃんと聞くと急に暴走するパートがあるんで、そこが好き。名曲。んでスキルツリーはまだたまんないか。惜しいな、惜しいな。浮気する、浮気、浮気する。まあ今日のブネさん浮気してるからな。この浮気ん坊。それ言ったらさ、そもそもほらずっとカービィを使ってて、でそっからもういい言わなくて、つまり足との関係も浮気だって言いたんだろ、きっかけが。聞きとうない、聞きとうない。そんなこんなでですね、どうやらね入れるみたいなんで、ちょっと入ってみよう。入っちゃった。そんでネイル3500、一定時間無敵、しばらくすると相手が一定時間無敵になる、無敵が切れるまで耐え切れ、相手は通常必殺技をよく使う。じゃあ分かったよ、カワリンクでいくよ。お願いします。無敵時間に入る前にある程度やれたらいいね。それはどっかアナウンスがあるのかな。あ、来た来た来た。お、来たよ、いやしん坊。今だ今だ、触れ全然触れてない、やばい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 、無敵キング。はいはい。作戦天津飯。やってることがサボールと変わんないじゃん、川村さん。サボールじゃん結局。そんでカルドラ、
カルドセプトシリーズ9200。おお、めっちゃスケールが。お、相手早いな動き。早いな動きが、捉えるの難しいな。ベタ。お嬢さん、お嬢さん、ここだよ、お嬢さん。すんげえ吹っ飛んだな。お、すんげえ吹っ飛ぶな。お嬢さん吹っ飛ぶな。おい、吹っ飛び嬢さん。お嬢さん吹っ飛ぶな。おい、お嬢さん、お嬢さんすげえ吹っ飛ぶ。お嬢さん吹っ飛ぶな。おい、落ちねえか。惜しい。やべ、甘い。こっちだって、こっちだって、こっちだって。初めて当ててやる。やったー。初めて当たった。苦節7回配信7回目にして初めて当たった。パルテナの鏡原曲メドレー、最高最高最高。そしてロンク、あ、ファイアーエンブレムシリーズ剣系アイテム固定、相手の切り裂き突き刺しがパワーアップ、接近戦に要注意、相手がキルソードを持参、クリティカルのタイミングがある切り裂き攻撃だって。じゃあこっちだってクリティカルやってやろうぜ。接近戦に要注意だって、上等だよ。上等、ポケモン上等。ブーメラン届いてね。ギリのところで、ギリのところで、イエス。上等だよ。カワリン君は武器持っちゃうとな、得意のあの起爆が使えなくなっちゃうからね。そしてシモン、え、マジでシモンさん使えるようなの？もう最高だね。やばい、また浮気されちゃう。たとえ強くなくても愛情注いちゃう系だ。うわー、このステージだったらもう何回負けてもいいよ、曲が流れてるんだったら。しかもあのステージなんでしょ。キーン、ジュラシックユミヤだ。
お互いの得意分野で勝負だ。ほうほうほう、終わり際、終わり際、お前それ終わり、終わり際がねえのかよ。これ何これ、それロールキャベツなんだそれ。おお、やるじゃん。はい、おしまいだよ。もうおしまいなんだって。シモーン、カモーン。やったー。そしてピカーン。いっちゃっていいのこれ。光の神殿、やんべえな今回、やんべえな、いっちゃうな。2000HP0で撃退。ちょっと人数が監督、こういうステージだったらちょっと報告をお願いしますよ。何の騒ぎだよ。ヨガフレーム、お疲れ様。うん、初めてシモンを使った時は原作の鈍い動きが再現されてるって思いました。原作の鈍い動きっていうね。やべやべやん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 べ、いっぱいあるな。強風、で体力強化なす、そういう系。レギュレーション、強風吹っ飛ばされる、相手の HP0 で撃墜、相手はよくジャンプする。音楽かっこいいっすね。お、壊さ、壊れた、すごい。お、すごい、お、すごい。落ちろ、耐えたか。あ、今さら、今さらだけどリンクのさ、何ですか、その盾はさ、お飾りじゃないんだね。今ちょっとした攻撃をさ、弾いてくれたよ。そういうさ、
ちょっと特徴があるんだったら有効活用しないとな。それ込みのあれだもんね。そのメリットがある分どっかデメリットがあるはずだから、デメリット言うな。でもそうでしょ、何かいいところをつけたらさ、何か悪いところをさ、でバランスをさ作っていかないといけないじゃない。そしてコバルオン、テラキオン、ビリジオンっていうの出てきたよ。コバルトとかビリジアンとかそんな感じ。剣などの相手の打撃武器がパワーアップ、離れて戦え、相手の攻撃がたまに大幅パワーアップ、極力食らわないように挑め。そういうゲームだもんな。3人表示されてるんで、そういうことだな。なんか持ってるよ。危ない、なんか大騒ぎしてるよ、画面の左端。お、なんか来た。サンドイッチは良くないな。危ない、なんか波動を溜めてた。チャーシュー、うわ危ねえ。サンキュー、やったー。鋼の部屋、結構なんだかんだ楽しかったですよ。そしていけねえっていうトラップ。やられたー、やられたぜ。開発者ニヤニヤだよ。そしてヘラクレス、ヘラクレス、ヘラクレスとか出てくるの。相手が巨頭を持参、スマッシュ攻撃で強力な竜巻が発生。おお、すごいな、面白いな。それは面白い。釣りだった。広々ステージ。あ、それよく見る、そのなんか目ん玉バットみたいなのが巨頭なのね。あぶね、おお、うわ、いかねえのか。タフ。ヘラクレス。そんでその門はさすがに開かないんだろ。開かないんだよな。んでこっち、モリブリン。相手は下必殺技をよく使う。スピードダウン。じゃあ経験値欲しい人、この辺だな。かける4。モリブリンさん、こんないいキャラクターを当ててもらってんのね。危ない、やられちゃう。危ない、危なかった、今結構危なかった。やべ、サンドイッチリンチ。危ねえ。
怖い怖い。ああいうでっけえパワー系が4人見ると。巡査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 。あいの手ありがとうございます。さて、ここ行けんだな。で、テレポーテーション?あ、テレポーテーションじゃないのね。扉を。じゃあもうさ、敵襲が来たらさ、もう開け放題じゃないか。外から開いちゃうんだったら。よーし、開けちゃったぜ。サーリア。ファイアーエンブレムシリーズ、ステージ全体に毒の霧。常に毒ダメージを受けてしまう。相手の必殺技がパワーアップ。技の隙を見極めろですって。毒切り無効。あーしれーうん、そうだな、そうだな、この辺かな。うん、はい、オッケー。お強っ、お強っ。物の見事に全て読まれた。ブーメラン、おっ、読んでくるね。おお、読んでくるね。こっちの動き全部見透かされてるよ。あぶね。早かったか。うわっ、よし、面白かったな。そしてこっちに行けばお宝。中身はミミッコ。何何ミミッコ。相手の足攻撃がパワーアップ。足の攻撃には特に注意。横スマッシュをよく使う。しばらくすると特定のアイテムが大量出現。うまく拾って使いこなせ。ポジション的にも釣り箱だったし、実際に触れてみたらミミックだったっていうね。この二段構えね、嫌いじゃないよ。だってパルテナの鏡もある意味ではさ、そのそういうマップ方式のゲームでね、その反対側回ってくれば宝があるよみたいに見せかけて、頑張って頑張って反対側から行けるルートをさ見つけてきて、やっと拾ったと思ったらさっていうね、あるでしょうからね。ちょっと箱今箱が来なかったらおしゃれに戻ってきたところ爆弾だったりな。面白かった。うん、で結局お宝ゼロっていうね。まあでも倒した時のね、あれがお宝なんでしょうね。そしてピット、いい曲大好き。俺はやる気が高まってぐん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 向上します。皆さんとこのね YouTube の配信で初めてね原作ゲームを遊んでね、本当にいい体験がねできたんでね。おお、やるじゃん。ピット参戦。
嫌いじゃない、使ってみたい。足だけでいいんじゃないの、ピットって言うとガボちゃんだろ足だけでいいんじゃねえの。あの結界が剥がされて、いよいよ向こう側にも行けるようになっちゃいましたとさ。最初ジェフ行っちゃう？最初ジェフ行ってこう。13,200。どうする？どうする？どうするどうする？どうするどうするよ。今回味を占めたさ、クッパさんで行ってみようかな。クッパ、なんでね、キリがない感じになっちゃうんで、1回限定で。聞いたかクッパ、1回だぞ。あのグリグリ強いんだよな。強っ。でもジェフがいない。オーガスタがいねえ。オーガスタ来た、オーガスタ来た。ガードガードガード。そういえばここさ、なんかフランクリンパンチをつけた方がいいみたいなのあったよね。全く無視してきちゃったけど危ない危ない、すぐすぐ上。消えて消えて消えてくれ、消えてくれ、早く消えてくれ、早く消えてくれ、早く消えてくれ。車が来る車来ちゃった早く。場所が悪かったぞ。いろいろ待機できるところよりだったら車が来るところで待機するから、あの目の前までちょっと行ってみたいと思います。どうやって行くんだろう。キングブルブリン、キングブルボー、こんなんいたっけ。これあれじゃない、目の前の道につながるんじゃないの。でももう今日はね、お開き気分なんだな。最後にどうよ、最後に。いいよ、じゃあ最後にね。相手はダッシュ攻撃をよく使う。こっちもそのつもりだよ。今だ、場外。キングブルブリンとキングブルボーを手に入れました。スマッシュボーム、なるほどね。偽物。そんでそんで、お、走った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 。で、ここか、ここがあの縁か。で、その縁を守る人物がサザ。うわー、イケメンくん。じゃイケメンくん倒して今日は終わりにしようか。3600。相手はダッシュ攻撃をよく使う。相手の移動スピードがアップ。ほう、お、やるな、やるな、ブレイクダンス。
プレゼント。そのバナナは足のだ。あれ取ってなかった。やべ、あいつのバナナになっちまった。どうする、どうする、やられてるぞ。サザ、スピリッツの防御力はシールドにも何関係してんの？そして、おお、なんかすげえゲームチックなサムス。何、ここで終わりにしようと思ったら魅力的なキャラクターが登場してくれました。じゃあこれで今日は終わりにしましょうか。はい、ピット君とかサムスとか、よく知る声の人たちが次々と参加するね。ずるい無敵ずるい。とどめ、やばい、ハッスル、やばい、残念だったな。降りてくんのね。お返し。セムス先生。うるさいな。その声出すんだったら出しますよっていうなんか前触れが欲しいよ。ということで、お、あれ、ブリテンみたいなエリアが解禁されましたよ。しかもそこにボスがいるらしいよ。はい、そしたらね、もう終わるのが、ここで区切るのがもう嫌になるぐらいな気持ちになっているんですが、結構ね、いいお時間になってますのでね、ここ開けようよ。ダンジョン、何、ダンジョンの男だと。まあここで区切りましょう。ありがとうございました。最後に、溜まってる。
憧れのポイズンスマッシュ、スマッシュ攻撃を当てるとたまに毒を与えられるようになる。楽しみです。で、このね、弱攻撃強化って結構いいよね。なんでそれに、よし、向けてここを解禁して、これをね。で、なんかお手軽ちゃんいる？これ、ブレーキ強化、滑らずに止まる。まあ悪くないよね。その先に何があんの？高速切り札チャージ。うん。こっちの方は、でも、いいものがありそうだよね。空中攻撃強化。うん。これは？投げ強化。なるほどね。これは？スマッシュホールドキープ。スマッシュ攻撃でボタンを長押ししたとき、ずっと溜め続けられる。いろいろあるな。魅力的なものが。これは？メテオ強化。いいな。いいもの見つけちゃうな。まあでも、これぐらいにしとこうかな。メテオ強化いいね。次、このあたりを、強化したいとこですね。うん。続きまして、ショップ。じゃあ、アンナ商店からね、ひいきしてます、私。で、所持数11。ありがとうございました。残りのポイントが少ないんでね、先に、この、たぬき商店。そして、パパ欲しいな、パパ欲しいな。これだってさ、ゲームやってない人から見たらさ、わけわかんないじゃん。なんでパパがさ、10% 引かれて9000円でさ、星4なのと思うかもしれないけどさ、原作をさ、体験しちゃってる人からしたらさ、このパパっていうネーミング込み込みでさ、欲しくなるよ、パパ。どんな能力かとか関係なくね、僕はそういうので愛着のあるものをね、手元に置いておきたいというのがあるんでね、このパパいいな。でも SP がね、しゃあないな。またご縁があるといいね、いつかね。ほんで、テディ商店。テディのとこで無駄遣いしすぎたな。ということで、リアル券買う？ 4 割引きだしね。じゃあ、このリアル券を。うん。初見の時感動した？今、この僕も感動してますよ。わかります。なんでね。わかるわかる。はい。ご視聴どうもありがとうございました。お！獲得。いいね、いいね。あれ、どうしちゃったの？お医者様はいらっしゃいませんか？みたいなシチュエーション。へぇ。では続きまして、ルーティーン入ります。ショップ、何があるかな。まずは、おお、これはファイターの絵を鑑賞できるってやつね。300円。で、こちらが鉄拳の子だよね。違いましたっけ。鉄拳の子だよね。僕があんまり知らなくなってきた頃の鉄拳の子じゃない？風間っていう名字がもしかしたらね、風間純のね、家系なのかもしれないね。ゼルダ姫の帽子。あれ、漆黒の騎士の服。ドラゴンの服。へえ。これ買っとくか。これも買っとこう。ダウンロード特典のコーナー。いろいろ見ていきましょう。んで、星さんはさすがに強えんじゃねえの？ 9500。メインファイターを倒せば相手がスーパーアーマー。ただし遅いんで距離を取って戦い、体力性、時間性、時間性。じゃあ今回見つけたね、新たなさ、強豪。
バウザーさんで行こうよ。というかこんなに選択肢があるわけでこんだけ選択肢があるのね。お願いします。いけ、危ない危ない危ない、避けろ、よし、ドロップキックみたいなやつ。おお、じゃあおおおすげえな、おいおおおおお、ピヨっちゃったよ。でもいける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 、いったー、つえーなクッパじゃあこのヨッチ族っていうのもいけんじゃないの。姿透明、広範囲の攻撃で捕らえろ、倒しても油断すんな、相手がビームソードを持参。へえ、これはもう原作のなんかネタなんでしょうね。1,2,3,4,5,6 ん ?7,2? ごめん見えなかった色が発動しちゃったぞ、今年の色が見えねえ病が途中まで見えてたんだけどいっぱいいんな。ちょっとおいやめてくれ、おいおい、でも透明化始まった、透明化入ります。おっと派手なギミックが、あ、それであれじゃないの、見えるようになるんじゃないの、そのフラワーをつかめば。よし、これ強いんだよ、これ。これ強いんだ、これ強いんだけど、やられたい放題です。ズトーン、なんで誰にしようかな。あと一人、あと一人、もうアルプススタンドあと一人、コールが鳴り響いております。いや増えたピッチャー川上くんに変わりまして、佐藤出てきちゃったよ佐藤くん出てきちゃった佐藤うわっ、うわっ、やめい、次々出てくるからね、下級生がね。よし、おい、クッパクッパ言ってる、クッパ言ってるよ、クッパ言ってもらってるよ。よしよしよし、もう空中に逃げてはこのストンピングね、これね、アースホール擦り付け技よーし、強すぎー、すごくない？クッパさん、んで星2はぐれメタル、スーパーアーマー、移動速度アップ、防御力アップ、攻撃力ダウン、相手がフランクリンバッジを装備、飛び道具が跳ね返される、体力制時間制限、行ってみよう。もうノリに乗ってるから、お願いします。曲がいいな、やるな参りました。さすがにね、クッパさん捉えることはできなかったね。じゃあ
キャラクター変えてみよう。バトル開始からしばらくファイターが大きくなる。しばらくの定義よね。だから速いジャイアンみたいにしようよ。だからスピードアップあったよね。スピードアップなんで、いたいた、速いジャイアン作戦で行ってみよう。サボール剣山でかでか、おおおお、こんなにでかいんだったら、こんだけでかいんだったら、もう数の暴力ずるジャイアントか最高。やったぜ。はい、ひとまずね、このねレジェンドは残した状態でね、今日は終わりにしたいと思います。楽しかったです。